ソウル連合ニュース国連安全保障理事会が加盟国内の北朝鮮労働者を今月下旬までに送還するよう求めた対北朝鮮制裁決議を採択し、これまでに少なくとも計約2万3千人が送還されたことが11日。わかった。 アンポリの北朝鮮制裁委員会のホームページによると6日までに47の加盟国が制裁決議の履行報告書を提出。2017年12月22日に採択された決議加盟国で出稼ぎをしている北朝鮮国籍者と監視する北朝鮮当局者を2年。 以内に送還するよう規定している。ロシアは就業ビザを取得した北朝鮮国籍者が17年12月31日の3万2 3人から18年12月31日に11490人と18533人減ったと報告し、クウェートは 国内の北朝鮮労働者の半数以上にあたる904人を相関し、カタールは16年1月の2541人から19年3月25日には70人に減少。アラブ首長国連邦 UAE は半数以上の823人を相関したと、 報告し、ポーランドやベトナム、ネパール、ミャンマー、ペルー、スイスなども相関状況を報告し、北朝鮮労働者が最も多いと推定される中国は今年3月に中間報告書を提出したが、内容は公開していない、韓国や米国、フランスなど、 多数の国は自国内に北朝鮮労働者がいないと報告。日本は原則的に北朝鮮国籍者の入国を禁じていると説明したドイツなど、北朝鮮国籍者がいるものの教育や亡命などの 理由で滞在していると報告。キンチバックス YNA.CO.KR